電動工具は正しく取り扱い、安全に作業しましょう。チェーンソーを使用する際は、正しい服装と保護具を着用しましょう。チェーンソー作業は、チェーンソー作業従事者特別教育を受けた者が行います。 仮払機を使用する際は、決められた保護具を着用し、連絡、合図用に常に予備校を携帯します。仮払機作業は、仮払機取扱いについての安全衛生教育を受けた者が行います。携帯用丸のコ板を使用する際は、 次のことを守りましょう。刃の破損。ボルトやネジに緩みがないものを使用します。キャブタイヤケーブルの損傷の有無、アースの設置を確認します。保護カバーの状態やブレーキの効き具合を確認します。 安定した台の上で作業します。丸のコ使用中に異常音があったときは作業を中断し点検します。またご覧のことを守りましょう。 振動工具を使用する際の注意点です。ランマー、バイブレーションドリルなどの振動工具の使用により、手指や腕の痺れ、冷え、こわばりなどの振動障害が発生する危険があります。ご覧の点を守りましょう。 巻き上げ機を使用する際の注意点です。資材などの上げ下ろしなどにおいて巻き上げ機が使われており、取扱い方法を間違ったり、作業中の不注意などから災害の危険があります。巻き上げ機は特別教育を終了したものが運転します。 電動ドリルを使用する際は、作業前点検を行うなど、ご覧の点を守りましょう。ディスクグラインダーを使用する際は、次のことを守りましょう。ディスクグラインダーは、両手でしっかり持って作業を行います。検索砥石の取り替え、または、 取り返しの試運転の業務は特別教育の受講が必要です。ここで問題です。作業開始前に行う試運転はどのくらいの時間行えばよいでしょうか ?A、30秒以上 B、1分以上答えは B の1分以上です。 検索砥石は、その日の作業を開始する前は1分以上。砥石を取り替えた時は3分以上試運転を行ってください。インパクトドライバーを使用する際は、絶対に回転部に手足や体を近づけないことなど、 ご覧の点を守りましょう。